年齢は20歳です。職業はちょっと秘密で。秘密です。いいかな。ちょっと芸能活動してます。あ、芸能関係、はい、はいはい。僕も22歳で同じく芸能活動して、はい、1ヶ月ですね。1ヶ月、はい、割と早いですね、はい、割と早いですね、はい。なんか芸能関係かなんかですか？いや、出会いはネットっすね。ネットフェイスブック、はい。なんか僕がなんか動画上げてたんですよ、なんかしょうもないことして、うん。なんか YouTube には上げてたんですけど、あ、 Facebook に、 Facebook に上げてて、でなんかまあ週1ぐらいで適当に投稿してたら、はい、なんか Facebook って知らない人の投稿とかたまに来るじゃないですか、はい、僕の投稿がなんかたまたま彼女の、はい、なんか気になって見てみたらすごく面白かったので、ちょっと私から申請の方をして、でなんか絡むようになりました。インスタでなんか会おうってなったんですよ。なんか Facebook からインスタに行って、あ、そうだ、インスタもフォローして、じゃあインスタで絡んでたらなんか会おうってなって、はい、それで LINE 交換して、はい、会おうってなって、会って遊びました。なるほど。すっごい面白い方だなって。あ、そのまま面白かった、はい、やることがすごい面白いんですよ。はい、結構なグルメが好きで、まあ、グルメに関する動画とかをなんかアップしてたりとか、はいはい、そうそう、コーラメントスとかも作って定番の、あ、定番のやつ、はい、YouTuber なら、あ、そうですね。はい、僕は純粋に可愛いなって、可愛いなと思って、はい。何回目ぐらいで付き合ったんですかね？2回目ですよ。2回目、早いですね。結構早い。だいぶ早いと思います。1回目は何もなかったんですか？1回目は普通に遊んで、まあ、買い物、服とか買ったりして、はい、で、まあ、焼肉とか食べて、解散しました、はい、そしたら2回目は？2回目はお台場で、僕が夜景が見えるところで告白しました、はい、私の誕生日をちょっと彼が今一番に祝ってくれて、なんかレストランの予約までしてくれたんですよ。それが2回目のデート。2回目のデートです。2回目のデートが誕生日。あ、そうだ、はい、たまたまなんか夜景見ててプレゼントを渡したんですよ。まあ、まだ付き合う前やったんで、はい、なんか重いかなと思って、まあ、キットカットと、あとヘアオイル、あ、で、キットカットの裏にはちょっとメッセージ、あーをあげて、はい、で、まあ、彼女喜んでくれたんで、はい、で、まあ、告白するタイミングはもうその後かなと思って。そうだよね、なんかこうやって、ね、夜景見てたんだよね、こうやって、はい、で、なんか沈黙になった時になんか彼からなんか綺麗やなみたいな、で沈黙になった時にあのさ、俺ら付き合おうって、うん、で、すごく嬉しかった、うん、私も好きだったのでもう OK しましたね、すごくだいぶパッパといきましたね。はい、なんか展開早かったよ、展開ね。そう、なんかもっと悩むとこはなかったですか？もう決めてますか？いや、まあ、はいはい、はい、まず、まあ、面白いです、すごく面白いですし、一緒にいて楽しいですし、はい、あとロマンチック、ロマンチストなんですね。すごいロマンチストですね。僕はやっぱ可愛いところと、はい、あの好奇心旺盛なんですよ、彼女は。好奇心旺盛なので、なんか一緒にいてて、なんかすごく僕もなんか刺激もらえて、はいはいはい、なんかおもろいっすね。あ、なるほど、うん、めっちゃラブラブですね。あ、そう、はい、初キスは付き合ってどのぐらいでしたかね？告白されて OK、はい、した時に、はい、で、なんかその場で、あ、そうなんですか。ちなみにその時はそこまでで終わっちゃった感じですかね？そうですね、帰りはね、手繋いで帰ってた。終電やったみたいな。そう、はい、でもキスして、でも電車、うん、やばいから行こうか。そう、なるほど。長い。ありがとうございます。もう完璧でした、今。完璧ですか？はい、完璧でした。めっちゃハズいわ。顔真っ赤ですよね。やばい、めっちゃ顔めっちゃ真っ赤です。東京ときめきチャンネル、また見てね。